はい、皆様こんにちは。じゃあ先ほどですね、昼間の部の公表会をやりましたけども、今度は、11月23日、夕方の部というかですね、有形夜景の講座を、やりましたけども、そちらの公表会という形になります。引き続き村井幸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まず最初ちょっと振り返りなんですけども、昼間はね、なんとかお天気も持ったんですが、夜はちょっと多少パラつきましたね。降ってきちゃいましたね結構厳しい、降り方もところどころしましたけれども、はい、最後まで皆さん頑張って。そうですね、そんなでも、ちょっと降られた時あったんです。なんとか、今回もギリギリって感じでしたねさすがにね、ちょっと遠方からご参加の方は夜までだと、はい、なかなか厳しいってこともありまして、夜はちょっとね、人数も少なめではあったんですけれども、はい、その分、みっちりと、ずっとね、ついて一緒に回れたかなと思います。はい、で、元町集合してですね、旧居留地の方を歩きながら、はい、だんだん暗くなっていって、明かりがつき始めてという流れでですね、で港の方に行ったという流れでしたけども、どうでしたか、夜景の撮影というか。はい、僕もちゃんと夜景撮影したのは初めてだったんで、でも楽しかったし、なかなか絵になる場所がやっぱり多いので、逆にどこを撮ろうかなみたいなので、結構悩まれた方もいらっしゃったのではないか。あとね、三脚とか始めなんかあんま慣れてない方もいらっしゃったんで、でも楽しかったんじゃないでしょうか。いろいろね、苦戦はしたとね、ひいひい言いながらみんな撮ってはいたんですけど、それでもいい写真を皆さん撮られてたんで、すごい楽しみに、しております。地元の方にはね、もう撮り慣れた場所かもしれませんけど、また新しい視点でね、撮れたんじゃないかなと思います。なかなかね、そういう天気の悪い日ってあんまり撮影行かないですもんね。そうですね、逆にだからこそっていうのもあるんで、ということで、まず公表会の流れなんですけども、投稿順に、見ていただくんですけども、それぞれ、お一人の作品を見ていただいた時に、その方のベストショットっていうのを選んでいただいて、最後にそのベストショット同士の中から、入賞作品っていうのを選んでいただくという流れにしております。ということで、早速、投稿順に見ていきたいと思うんですが、今回ですね、一番最初に投稿いただきましたのはうさっこさんになりますので、こちらから見ていこうと思います。ではよろしくお願いします。まず4作品ですね、ざっとございますけれども、まずは1番目の作品、錯覚というタイトルで、多重で撮りましたというふうにあります。こちらの作品になります。これは街並みとこう下の街灯の星ですね。そうですね、錯覚というタイトルですね。なんかすごい面白い作品だなと思って、見ていました。これを描けるんだっていうのが、だけどそれがすごい効いていて、黒になってるんで、こう抜けてね、重なって2枚目がすごい見やすくなってるっていうのもあると思うんですけど、その、世界だけくり抜かれて奥が見えてるような感じが、写真としてはすごい面白いかなと、思いました。確かになんかちょっと本当に不思議な、多重って分かっていてもなんとなくすごい不思議な感じの、作品だと思います。白と白を掛け合わせてるとこやっぱ色が薄くなっちゃうと思うんですけどね。黒だけだと背景が真っ黒で、綺麗に抜けるんで、だから面白いですね。別世界が奥にあるような、感じがしてあとは多分映り込みみたいのも入ってたりとか、いろいろして、なんか一見普通っぽいんだけど、見てるとやっぱり引き込まれるような、面白い一枚だと思います。不思議な感じですね、しますね。見れば見るほど引き込まれちゃうような感じですね、面白いですね。皆さん発想が豊かなんで、ちょっとさっきから驚いてるんですけど、では2枚目の作品ですね。ポートタワーということで、お借りしたレンズで撮りました。迫力あるポートタワーになりましたということで、レンズは7-14のですね、プロレンズになります。ポートタワー、まさにポートタワーだと思うんですけど、なんかシンプルすぎなんでしょうか。多分広角レンズが嬉しくて、多分撮ってるような感じなのかなと思いますが、
なんかもう一つ何かかけてくると、写真的には例えば、まあ、木でもいいんですけど、これこそなんか多重とかすると面白いんじゃないかなと、思います。なんだろう、見たまんまで撮るっていうのもいいんですけどね。そこになんか自分の個性がやっぱり入ってくると、写真的には面白みが増していくんじゃないかなと思います。かなりこの広角だなんで、まあ、下と上のね、この太さの違いっていうのがまあ面白いかなと思いますけど、結構やっぱりこの辺の暗い部分ってなかなか処理が難しいですよね。こうタワーとなるとそういうところなんでしょうね。続きまして、ロマンティックな夜ということで、まあ、三脚をお借りして初めて使いましたということなんですが、こちらです。三脚持ってなかったですね。あ、僕おお貸借りししてったてのこと。かな。貸した下もいました。もう、神戸っていう、神戸は2パターンあると思うんですけどね。ポットタワーが入るか、まあ、反対のこのモザイク側を取るかっていう、まあ、大きく分けて2つあると思うんですけどね。もうこれもあれですね、雨に濡れてたから、そうですね。防波堤の方まで反射していて、普通ね、ここは乾いてると反射してこないんですけど、雨のおかげで、こういうなんかね、いいところもやっぱりあったりしますよね。あとはなんかビルが色がいつもないんですよね。だからあれ切っちゃってもいいかもしれないですよね。下もっと多めにしてしまって、上上のまこでの、入そうれですないっね、てここのとビですルか。もほとんど明かりがないんで、まあ、スパッと切った方が逆に黒の余白が減るんで、ヨグロ 部分が減っていくので、なんか写真的にはその方が収まりが良くなってくるんじゃないかな。そこに引っ張られちゃうと、やっぱ建物の右と左に空間ができてしまうのでね。これはまあ晴れてて星でも写ってればまた別なんでしょうけど、なかなかそうはいかないんで、まあ、そういう撮り方もあるのかな。だからその4対3じゃなくてもよかった。例えば、まあ、16対9とか、僕よくやるんですけど、夜景とかは結構横長の絵になることが多いんで、まあ、3対2とか4対、16対9とかに変えても、まあ、それはそれで、いいんじゃないかなと思いますけど、でもすごいよく撮れてる、1枚じゃないでしょうか。これ、ここしか人が入ってないってことなんですか、工こ事れ。中、工事ここ中で中なんなですのかかな。ね。まだ入ってないかもしれないですね。どうなんだろう。オフィスビルかな。またね、明かりがたくさんつけば違そううんでしょうですね、けど入ればね、絵にね。なるんでしょうけど。続きまして、4点目は「2人の夜」というタイトルで多重露出で撮りました。もっとふわっとした丸ボケにしたかったんですが、うまくいきませんでしたということなんですが、こちらです。これはモデルは先生じゃないですか、これ。僕ですね。ちょっと今吹いちゃいました。2人によるって言いましたね。参加された方と2人でモデルみたいな形で、なんか人が入った方が、奥がスケートリンク、製造中のスケートリンクだったんで、なんか人が入ったらいいよねって話をしてて、そこに立っていたんですけど、多分、多重に慣れてないのか。多分画面がごちゃごちゃしちゃってて、ごちゃごちゃしたとものとごちゃごちゃしたものをかけてしまうと、どうしても超ごちゃごちゃになってしまうので、例えば奥の自動車とかはちょっと気になっちゃったりもするんで、あれが入らないように意識するとか、まあメインのし、この場合メインの被写体がその多分立ってる2人だとすると、そこはまあちゃんと撮るとして、あとはこう、それより強いものをかけてしまうと、どうしてもこうやってガチャガチャしてしまうので、例えば、まあ、よくあるのピンボケさせたライトとか、そのね、ぼかしたっていう話が出てたんですけど、わざとピンボケぼかしさせてとか、あとはシンプルな、もの、波の海の、揺らぎとか、そういうのを撮って掛け合わせたりすると結構合うんですけど、ちょっとガチャガチャとガチャガチャになっちゃったんで、そのメインの車体がすごい薄れてしまってるのがちょっともったいないかなと、思います。ですよね、もうちょっとぼかしたかったっていうことなんです。ピントをずらせばよかったっていうことですよそうね。ですね、多丸ボケにしたかったんで分、すがっていううまくその辺がまだちょっとできない、触れてないのかもしれないですね。両方ともピントがあったものが重なってるから、ごちゃごちゃしちゃったそうかですなね、ということちょっでとすピよントをね。ね、外したりした方が、いいかな。
ということで、じゃあこの作品の中から1点をまず、はいはい、錯覚が良かったですね。一番最初のやつですね、はいはい、ではうさっこさんは1番目の錯覚をエントリーさせていただきます。はい、ありがとうございます。では続きまして2番目、みかん。先ほど0831なんて読むのかなというのをお話だったんですけど、お野菜じゃないかとですね、お話もありまして、みかんお野菜さんということにさせていただきましょう違います、違いますまあ組写真ということでご投稿いただいております。タイトル名、組写真、メリークリスマスということで、街はクリスマス、仕事ばかりで遅くなったけど今年もあなたと過ごすことができたね、そんなストーリーを作ってみましたということで、素敵ですね、いいですね、はい、うん、5枚組になってるんですかね、5枚組、はい、まず1枚目ちょっとざっと、もうちょっとこれちっちゃくはできるかな、まあ、とりあえずざっといきましょうか。1枚目ちょっと縦長2枚目ですね、あなたが出てきました、はい、3枚目、水ですかね、はい、水でしょうね。4枚目、はい、多重露出ですね。5枚目、またあお二人がちょっと仲悪い感じになります一応遅いよ、そう向き合ってますけどということで、ざーっと、まあ、ちょっとこれ縦長ですね、こんな感じで、ストーリーですね、はい、街はクリスマス、仕事ばかりで遅くなったけど今年もあなたと過ごすことができたねということで、はい、うん、あの写真としては一枚一枚あのすごい頑張って、あの面白い写真撮られてると思います。はい、まあ、組にしちゃうとちょっとやっぱ弱いかな、多分あのたまたま撮ったのを組み合わせてると思うんで、はい、組写真にするならやっぱりこうある程度自分でストーリーを作って、やるとか、組むにしても例えば、一番最後の写真がゴールであれば、そのゴールに向けてどういうストーリーを作っていくかっていうことを、考えていかなきゃいけないのかなと思うんで、はい、ですけど、まあ、一枚一枚すごい上手ですね。こういう、うん、あの多重とかうまく使ってみたりとか、はい、あの人が歩いてる多重もすごいいいですよね、うん、多重なのかな、分かんない、これはどうですかね、これ前ボケですかね、そうかもしれないですね、木に書いてあるのかな、木に絡まった、書いてない、特に書いてないですね、はい、こういうのもすごいあの上手だと思うし、切り取り方もすごいいいですよね、人の歩いてる感じとか、はい、出てて、なんかもう逆にこれ1枚とかで行ったりとかしたら、それはそれですごい良かったかな、その都会のクリスマスっていう感じで、会社帰りの人たちもなんか楽しく家に帰るのをワクワクしてる感じがすごい出ていたりとか、うん、してますし、はい、なんか組写真って難しいですよね。そうですね、組にするならそうですね、ちょっとこの写真だと弱いかもしれないですけど、はい、組み方もありますね、順番とか多分3枚ぐらいに収めた方がすっきりしたかもしれないですね、これだったら、はい、逆に最後の1枚がなければまとまったんだと思うんですけどね、うん、でも写真はすごい上手なんで、はい、はい、まあ、あの組写真の場合は、まあ、これで1作品になりますので、はい、まあ、こちらをエントリーという形になりますのですね、はいはい、みかんお野菜さんはじゃあこの組写真でエントリーをさせていただきます。はい、はい、では続きまして、はい、なこさんの作品になります。さち、はい、さん、鹿島さん、参加者の皆様、楽しい時間をご一緒させていただきありがとうございました。一日通して参加させていただきましたが、夜は私にとってはより日常的なロケーションに苦手な
夜撮りっていうんですかねに、はい、まあ小雨に苦戦しました。なんか三重苦みたいですけどどうぞ、厳しくも愛のある好評でお願いいたしますということで、まず最初の作品はほなまたなというタイトルですね。ジェントルセピアで撮られてます。旧外国人居留地で撮った一枚です。こちらも昼間の北野と同じく外国人が多く住んでいた歴史ある場所なのです。この場所に誰か素敵な人、フォトジェニックな背中のイケメン希望が通らないかなと思っていると、傘をステッキのように持ったおじいさんが颯爽とやってきました。残念ながら、先方からも人が来てしまいました。老紳士の丸まった背中に人生の歴史が刻まれているような気がして、この場所にはおじいさんでよかったのかなと思い直しました。こちらの作品です。はい。はい。はい。どこのねセピアで撮られて、これこうね、ここすごいいい場所で抜けがいい場所だったので、はい、ただ撮るよりはこうやって人が入ってるとね、やっぱり動きが出て、いいんじゃないかなと思うんです。すごいいい瞬間を捉えて、でね、書いてあった通り、やっぱこうある程度自分でイメージを持って写真を撮っていく方が写真ってすごい良くてですね、この場に立った時に、あ、撮りたいと思って、じゃあただ撮るだけじゃなくて、どうやってね、こうどういうシチュエーションがこの場所に合うんだろうって、そこまで考えてね写真を、撮っていくと、すごいいい写真が撮れるんだと、思います。はい、これなんかも、ね、今の聞いたらここに、人がイケメンが通れって思いつつ、ね、なかなか来ないんでしょうけど、そのやっぱ粘った感じが、いい写真が撮れた理由なんじゃないでしょうか。はい、でこれですね、先生に声かけて通ってもらえる、おっさんでよければダンディ鹿島さんが来ますんでね、いえいえその時ははい、まあ、面白い奥行きのあるいい写真だと思います、はい、ただちょっとやっぱ弱いかなって、そのメインに来るにはもう逆にこっちに向いていたりとかしたらまた違うのかもしれないし、ですね、もう一度何か欲しいかなっていう感じは、しますね、はい、なかなかね限られた時間ですので、ね、待つ時間も短かったでしょうしね、では2枚目参りましょう。ラビリンスということでライトトーンを使われてます。同じく旧居留地で撮りました。普段あまり撮らない被写体なのですが、写り込みに興味を持って撮ってみました。ガラスの向こうに着飾った女性がずらり、実はショーウィンドウの両側面が、鏡が貼ってあって、手前の一人以外は側面に映り込んだ鏡の世界の住人でした。正面のガラスに映り込んだアーチが奥の実物のアーチと溶け込んで、いくつもの世界が入り組んだ一つの迷宮の世界を作り上げているように思いました。こちらの作品です。奥が鏡になってる、はい、まあそうですね、多分この人の奥が鏡なのか、1個目の奥が鏡になってる感じかな、って感じですよね。これは映り込んでる感じです、まあ、そういった意味でラビリンスなんですね見る人もよくわからないっていう、はい、なんか発想も面白いしいいんだけど、なんかそのラビリンス感がまだ出し方があるんじゃないかなって、もっと鏡に反射してるのをもっと映り込ませるとか、もうちょっとなんだろうな、多分寄りすぎちゃってるって一つの要因だと思うんですけど、なんかもうマネキンがもう圧倒的に強すぎちゃって、もうラビリンスっていうよりもマネキンの写真になってしまってるのかな。だからそのまあそのね、タイトルとか内容を聞くと、ちょっとそのいう意味では写真的には弱いのかも、知れませんね。ちょっとこの場がどういう場だかちょっと想像がつかないんですけど、ショーケース、ショーウィンドウかなんかだと思うんですけどね、そのラビリンスっていうのであれば、もうちょっとこう例えばもっといっぱい鏡に映り込んでいる、何かが映り込んでいるとかないとちょっと弱いかな。ただ写真的にはやっぱりちょっと面白くて、こう映り込んでる鏡に映り込んでるマネキンっていうものだけで言えば面白いかなと、思いますけど、はい、不思議な感じですね、
では3枚目参ります。道しるべという作品で、多重露出を使用しておりますよということですね。港に着く頃にはすっかりと日も落ち、時折小雨がパラパラ、見慣れた景色を苦手な夜撮りでどう撮っていいのか心が折れかけていた時、お気に入りの灯籠が、灯台のように優しく道を示してくれました。この灯籠入港監視台は、大正時代初期から神戸の港を見守り続けていたものを移設してあるそうです。優しい光を表現したくて多重露出で玉ぼけがよりふんわりとなるように1枚はわざとレンズを曇らせて撮りましたということで、地元の方ならではのいろんな詳しい解説をいただいておりますね。はい、これいいですよね、すごい。今までの2枚とは全く多分力の入り方も違うんじゃないかっていう感じなんですけど、はい、まあ、あのね、撮ってる時もすごい悩みながらいろいろ、僕らがいいっていう景色は彼女、ね、地元の方にとってはもう見慣れた景色なんで、撮る気にもならないとかって言っててなんかそれは良かったんじゃないかなと思う。それで自分でこうね、あの車体を新たに探しに行くとか、だからそれはもう本当に地元の人しかできないことでもありますし、僕らはもう目の前の景色は綺麗だねって言って終わっちゃうんですけどね、そこで終わらないのがやっぱりその地元の人の良さだし、地元の人でしか撮れない写真が撮れていく、ね、でこういうのを後で見させられると、ああここも行きたかったなとかって思いながら次回はぜひ行きたいなと思って、で多重でね、多分ストレートに撮ると特に雨だったんで、すごい暗い感じになってしまうんですけどね、多重にして玉ぼけ入れてなんかね、曇らせてソフト、ソフトフォーカスかければいいんじゃないかっていう話じゃなくね、こう自分の息で曇らせて撮るって、ね、ちょっとそういう技も、ね、頑張ってやってみたりとかして、まあ、結果本当にいい写真が撮れて、で玉ぼけの位置がすごいいいですよね。周りに配して、メインのところにかからないように意識して、そういう玉ぼけの、ね、メインの車体と玉ぼけの写真を重ねてるんですけどね、どういう位置関係にするかっていうのをちょっと考えながらやっぱり撮らないと、メインにかかってしまうとやっぱもったいないのでね、まあ、その辺も意識して撮られたっていうのが良かった原因なんじゃないかなと思います。これはすごいいい写真だなと思います。はい、では、はい、ところですね、この3点の中から1点を選んでいただきたいんですが、はい、3枚目が3枚目良かったですね。はい、はい、では、なこさんは3枚目の、道しるべですね、はい、こちらをエントリーさせていただきます。はい、では続きましてかなさんの作品に参ります。はい、幸先生、鹿島さん、ダブルヘッダーでお世話になりました。小雨の降る中、見慣れた神戸の夜景に手こずりました。きっともっといろんな撮り方ができたんじゃないかと思ったりします。愛の鞭でご指導お願いしますということで愛の鞭、はい、雨はいらないです一番目がですね、ガスライトという作品で、はい、ファンタジックフォーカスとホワイトエッジ効果をかけてます。ガス灯をおしゃれに撮りたいと思ってとイルミネーションを絡めて撮りました。本当はもっと幻想的な感じで撮りたかったんですが、うまくいきませんでしたということですけども、こちら、はい、あとすごいファンタジックフォーカスでしたっけ、はい、はい、の使い方とかホワイトエッジとか、すごい上手だと思います。結構やっぱ重厚になりがちというか、建物自体もそんな感じなので、そこをこういう効果を使うことによってすごい優しい感じに仕上げて、いるので、はい、多分ストレートに撮っちゃうと結構濃い感じになっちゃうのが、そういうね、こういう機能を使うことによって優しい感じに、やっぱ女性らしい写真に、仕上がっていったんじゃないかなと思います。願わくばね、このガス灯がついてるとよかったんでしょうが、ちょっとまだ明るい時間だったんで、ついてないのが残念ですが、はい、いい写真だと思います。はい、では2枚目ですね、神戸ナイトということで、見慣れた神戸の夜景、三脚使って真剣に撮影したのはこれが初めてでした。せっかくなら工房も出したいし、観覧車のグラデーションの映り込みも撮りたいと頑張って、欲張ったら中途半端になってしまいました。はい、こちらです、うんうん、なるほど確かにこの
こうあっち側のモザイク側どう切り取るかっていうのは結構悩んだと思うんですよね、うん、あの全体切り取っちゃうとちょっとやっぱりこう物足りない感じなんで、そこをねどこを自分が気に入って切り取っていくかっていうところがポイントになっていくと思います。はい、確かに本人が言った通り、あの左のライトはいらないかなと、うん、空間がやっぱあれだけ空いてしまうとなんかやっぱ暗いイメージ、なんか僕は夜景とかを見るときはそのあんまり黒の、余白は作りたくないなって、やっぱこう明るいものとか綺麗なものだけでそこを埋めていった方がそのファンタジック感はすごい出るんじゃないかなとは思っているので、まあ、そういった意味で、もうちょっと右に振った方が、はい、でこれ下のやっぱり海の映り込みがとても綺麗なんでね、そこを強調しても良かったでしょうし、はい、まあ、そうやっていろいろ迷いながら、多分勉強になっていくと思うんでしょうが、うん、はい、うん、だ右のこう観覧車のライトとかすごい綺麗ですよね、映り込みで。そうですね、なんかちょっと望遠であれだけ切り取ってもすごい綺麗なんじゃないかなとは思ったりとか、もします。はい、あの工房ってね、あの絞り込んでこう、うん、出てますけどね、はい、ね、狙いは気持ちは分かります、うん、あとあれですよね、あの三脚せっかく使ってるんで ISO 感度は低めでいいんじゃないかなって思います、ね、そうですね、はい、1600だとちょっとやっぱ荒れてきてしまうので、うん、せっかくねあのシャッタースピードが長いものは長くてもね三脚さえあれば大丈夫なので下げたいですよね、400とかね、はい、で3枚目の作品は夢の世界というタイトルで、船舶の監視などの役目を果たしていた亡霊、せっかくなら写真ならではの世界を表現したくてカラフルなイルミネーションの玉ボケとの多重にしてみました。こちらです。はい、これはね前のこと、似たようなカットになってくるんですけど、はい、今度やっぱ人によってね、こうやって全然個性が出るんで面白いですよね、うん、はい、でこれは横にして、ね、斜めにしたことによってなんかすごい動きがやっぱり出ますよね。あの玉ぼけが風船みたいになって一緒に飛んでるような感じもすごいするし、はい、で、ね、夜景っていうと結構暗く撮っちゃうことが多いんですけど、だいぶこう明るく背景に撮ることによってなんかよりこう幻想的な感じが、出てちょっと面白い、写真になっていますね。これはなんかいいなと思います、この動いてる感じがあって、はい、背景な感じですね。そうですね、面白いですね、独特ですよね、うん、ということで、まあ、3点なんですが、この中から1点選んでいただいたんですが、いやこれもじゃあ3枚目にしましょう、はい、はい、頑張って撮ってる。では夢の世界ですね、かなさんは夢の世界をエントリーさせていただきます、うん、はい、では続きまして春うららさんの作品に参ります。幸さん、鹿島さん、朝から夜まで丸一日お世話になりました。夜の撮影は大の苦手でカメラや三脚のせいにしてしまって途中は撮影放棄してしまいました。情けないです、そんな中最後に向かったハーバーランドで幸先生に三脚を借りレクチャーしてもらい、なんとか最後まで取り切ることができました。本当にありがとうございました、ということで、まず最初の作品ですね、雨の世界というタイトルで、町の中に住む小さい生き物たちの目線で雨降る旧居留地を撮影してみました。魚眼レンズを借り玉ぼけにした1枚とピントを合わせた1枚を多重で撮りました、ということで、はい、ここは虫で行かなかったんで、虫から虫はやめた感じなんですね。あ、いいですねこの1枚、魚眼でね最初頑張って撮ってましたけど、うん、歪んならではのこう建物の歪みっていうのはやっぱり面白いですね、うん、こんだけ重厚な、建物が多かったんでそれをこうやって魚眼だとねこうやって歪ませることができるんで、そうなんかあのすごい柔らかい感じになるし、なんか生き物のようにも感じるし、なんか魚眼ならではの面白い、表現ですねこれも、はい、で結構下からねあのクリスマスのライトのイルミネーションも入れつつ、撮ってるんで、うん、ちょっと不思議な感じの一枚ですね。この真ん中の明るい部分がなんか 強烈な感じですね、うん、そうですね、こんな明るくなかったのにどうしたんだっていう、うん、
面白いですね、これ、はい、うん、魚眼も明るいんで結構そうですね、大きくなってくれますね。なりますね、さすが 1.8 ですね、はい、まあ、丸1日通して参加していただいて、うん、ありがとうございます、うん、2枚目の写真は憧れです、旧居留地でライトアップされた街並みがとてもおしゃれで、お店の大きな窓からは真っ赤な店内の様子が印象的でした。少し高級感あふれるお店だったので、降ってきた雨粒を傘越しに玉ぼけになるようにピントをぼかし、店内のおしゃれなクリスマスカラーの赤だけが残るようにキラキラの窓を撮りました。玉ぼけに気を取られ構図は日の丸構図になってしまいました、ということですが、こちらです。はい、うん、これもいいですね。まあ、アウトフォーカスしてね、ピントを外して、撮っていて、撮ることによって、まあ、こうやってねライトが玉ぼけになってくるんで、またキラキラっとした感じが出たりとか、なんか冬の温かみを、感じるような、一枚になっているんじゃないんでしょうか、はい、まだ虫の目線から抜けてないんじゃないんでしょうか全然日の丸構図でいいですね、これね。全然日の丸じゃないですしね、全然日の丸はど真ん中に何か来ることなんですけど、全然そんなこと、ないですね、うん、はい、では3枚目参りましょう、はい、この街というタイトルで、途中で雨も降り朝からの疲れも出てきて、心が折れた時に幸先生に三脚を借りレクチャーを受けて撮った最後の一枚です、これまで何度ここで撮ってきたのか、撮影会のたびにこのポートタワーを撮りまくり、いつもあのホテルが邪魔、あれも邪魔とぼやきながら納得のいく写真が撮れたことがありませんでしたが、それならいっそのことのごちゃご、それならいっそのことそのこと、このごちゃごちゃ詰まった景色を丸ごとキラキラの神戸にしようと思い、玉ぼけとの多重で撮ってみました。玉ぼけの配置がとても難しかったですが、最後の最後に神戸らしい一枚を撮ることができてよかったなと思います。渾身の作品ですねはい、はい、うん、で初めてこっち側の景色が、出てきまして、こっち側もね結構フォトジェニックで、はい、あのやっぱポートタワーっていうのは僕もすごい大好きな、ね、タワーなんですけど、結構絵になる。確かにあの、ね、右の隣の大倉がいつもこう入ってしまうっていうのが、あれなんですけど、まあ、それはね、あ、そのいやいや言っても動かしようもないので、どうやって味方につけるかっていうのね、そういうのもすごい大切、だと思います。はい、で多重で、ちょっと雰囲気をつけてみたりとか、してだから多重のつけ方も上手ですね。空の部分になるべく多く配置して、いるので、それをうまく多分掛け合わせるときに考えながら撮ったんじゃないでしょうか。はい、うん、本当なんか写真ならではの表現方法だから、こういうの面白いですね、見てても。はい、三脚初めてということだったんですけど、そうだったんです ね今度から使ってみようかなという気になっていただきましたね。ね、三脚もやっぱあると ね楽しいですからね、うん、ぜひ持ってほしいですね、うん、はい、ということでですね、はい、1枚を選んでいただきたいんですが、はい、おー難しいな、なんか1枚目にしましょうか。ちょっと面白かったので、はい、魚眼のこの作品ですね、うん、雨の世界ですね、はい、では春うららさんはこちらをエントリーさせていただきます、うん、はい、ありがとうございます。ではですね、実はもう最後の方になるんですね。早いあの残念ながら全員提出になっておりませんでですね、ちょっと、全部で6名ですかね、今日はね、はい、提出して残念、はい、では、なおさんの先に参ります。夕方からの雨予報でどうなることかと心配しましたが、時折小雨がぱらつく程度で落ち着き、楽しく参加できました。フォトナイトは難しく宿泊しましたが、途中から多重露光が思いのほか楽しくなってワクワクしながら撮っていました。やっぱりカメラを持って歩くと楽しいですね。サシさん、鹿島さん、参加者の皆さん、楽しい夜のお散歩ありがとうございました、ということで、
作品1番目ですね、幸せ時間というタイトルでいただいております。多重露光ですね。恋人同士かな。好きな人といると心も丸く幸せなひとときだろうなと思ってパシャリ。なんと彼女の頭にはほんのりハートも、ということですね。はい、あ、ハートになってますね。ほんのり来てますね。このカップルはね、モデルがいいんじゃないでしょうか。まあそれはさておき、はい、やっぱりこの、まあ、シチュエーション的にはロマンチックな感じで僕らも立っているんで、そこをねどうやって、ね、仕上げていくかっていうのがこの撮る人の腕になってくるんですけどね、うん、でやっぱり角度もいいですよね。多分逆から撮ったのさっき出ましたけど ね、駐車場がねやっぱり映ったりとか結構ごちゃごちゃしちゃうんで、こうやってやっぱ機動力を持ってどこがいいのかなって探すっていうのはそのすごい大切なことで、はい、でこっちから撮ると今度は空に抜けていくし、ごちゃごちゃしたものがないんで、よくねこう見つけて、撮ったなとも、思います。はい、うん、ちょっと、まあ、できればそのメインのモデルにはた玉ボケかけない方がちょっとまあ明るい光はちょっとね、うん、そこの右の明るい光は強すぎると、それを食ってメインの車体を食べてしまうというか、影響を与えてしまうので、ちょっと離した方がいいかなと思う。その玉ボケのね、どういう玉ボケを入れていくかっていうのもすごい重要なんで、それをもうちょっと意識するとさらに良くなるんじゃないかなと思います。はい、では2枚目に参ります。青の世界というタイトルで、こちらも多重露光の作品です。2枚目と3枚目は組写真で冷静と情熱の間にしようとしましたが、さすがに某映画のタイトルになるのでやめました。そのまんまですということで、じゃあ2枚目の方からいきましょうね。青とね赤で、はいはい、ホワイトバランスをあれなんですかね、結構変えてるとかなんですかね。だいぶすごい、なんかすごい青、なんか青この辺がぼやって入ってますよね、これね。これどうなんですかね、これ。あ、そっか、これは多重の方か、うんうん、はい、うん、そうですね、なんか多分多重が楽しかったんじゃないかと、うん、っていう感じですね。はい、でも玉ボケの入れ方もすごい、そのね、うん、空の余った空間に入れてたりとか、それはすごい計算されて撮られてるんじゃないかなと。たち玉ボケの方を、はい、そうすることってすごい雰囲気が、ね、出てくるんですけど、なんだろう、やっぱ上の玉ボケが強いのかな、白っぽくて。そうするとなんかやっぱメインのやっぱあの夜景を結構食ってしまうというか、はい、だったら上にあれだけ入れるのは下にも同じ量を入れてもよかったか、海のとこに、入れてしまってもよかったのかな。その方がなんかすごい構図的に落ち着くんじゃないのかなと、思いました。まあ星とかってイメージもあったのかもしれないですけどね。はい、多重露出も1枚ずつ確か露出補正ができたような気がするんで、うん、できますね。はい、まあ、玉ボケの方をちょっと暗めに撮るとかっていうことですかね。そうですね、その辺も結構ね、同じ色して撮っちゃうとちょっと明るくなりすぎちゃうと、傾向があるので、はいはい、その辺もやりながらって感じですよね。うん、でもすごいいい写真です。綺麗だし、とにかくまあ綺麗です。はい、はい、もう一方がですね、こちらタイトルは情熱の神戸ということで、静寂な夜も良いけど神戸の夜は情熱的な方が似合いそうだなと思って、スポットライトの赤を待って撮った1枚。リンクのところに照らされてたスポットライトなんですけどね。あ、色が変わってる、うん、なるほ なるほど。じゃあ反対側の風景を重ね合わせたような感じなんですかね。はい、ね、そうですね、そのね、ぼかすときにどの色をどういう風に使うかっていうのはある程度、まあ、考えながらじゃないと、いけないんですけどね。そのライトの色が、あ、なんか僕も多分近くにいて、あ、今変わった、撮ろうって言って結構頑張って粘って、そのライトが変わるのを待ってたりとかしてね、その
思いのこもった一枚だと思って、だからこれ本当にね隣り合わせるとすごい分かってくるというか、あの面白い写真になります。この1枚で見るよりやっぱり2枚でこう、ね、横並びで比較して見るとやっぱりすごい面白い、これは写真になっていくんじゃないかなとは思いますけど、はい、うん、不思議な感じですね、やっぱり赤いラインみたいなのが、ね、あれが逆にいいかもしれないです、なんだろうと思いますよ、これ、そうですね、あれが例えば海の方に入ってもいいのかなとか、ちょっと思いっきり真ん中にかかりすぎちゃうとやっぱどうしても目立ちすぎちゃうんで、どこをメインに置いてるかにもよりますけどね、はい、なかなか難しいですね、多重もそうやって、そうですね、はい、まあ、そういう過程がね、楽しいんですけどね、はい、多分これはその場でもう撮ってるパターンだし、あとねロールで撮っとけば後でこうじっくり、できるんで、まあ、作品作りみたいなそこ感じにもなってくるかなと、思いますけど、はい、では、最後ですかね、過去から未来へというタイトルで、まあ、こちらも多重露出ですけども、でもやっぱり青が好きなので最後はキラキラブルーで、建物を玉ぼけで撮った後に少しずらして今度はピントを合わせて重ねました。なんとなく過去から未来へと移ろいゆく雰囲気を出したかったので、ということでこちらになります。はい、はい、これはそうですね、ぼかして撮ってちょっとずらしてる感じですよね、はい、なんかここまで来るともう完全にすごいファンタジックな、感じの世界になって、いってちょっと面白い感じではあるんですけど、そうですね、まあでもあの雨の中よくいろいろいろんなパターンで撮ったんだなって言って、どれとねどれを掛け合わすかっていうのはやっぱすごい、大切なポイントに、なってくるんで、その青の海辺の、ね、どこにもかかって、なんか海にあの青がかかってるのはすごい綺麗なんで、なんかそこをもうちょっと突き詰めていったらちょっと面白い、もっと面白い写真が撮れたんじゃないかなと、思います。はい、なんかそうですね、多分手前柵ですよね、これ。そうですね、はい、柵ですね、こういう柵とかもね、まあ、できれば排除しちゃった方がなんかいいんじゃないかなと、思いながら思います。はい、でもなんか色合いがとにかく綺麗なので、多分見てるとやっぱ不思議な感じ、宇宙を感じるような不思議な感じの写真に見えますね、はい、このずらしたことがこの時間的なこうずれっていうのを表現されたということですね、はい、はい、皆さんいろいろ考えながら撮られてますよ ねあの時間の中で、ということでこの4点からじゃあ1作品をお願いいたします、はい、難しいな、なんかやっぱちょっと面白いんであえて赤の3枚目にしましょうか、はい、ますか、はい、色合いが、では奈緒さんは、3枚目の情熱の神戸ですね、こちらをエントリーさせていただきます。では、一通り終わりましたが、まあ、念のためリロードいつもしてるんで、はい、もう一回しましょうか。早かった。ということで、はい、以上ですね。では、この中からちょっと優秀作品をですね、また選んでいただきますので、ちょっと、お待ちいただいてですね、はい、村井先生に決めていただこうと思います。少々お待ちください。はい。はい、
優秀でしょ。配信中です。もう見てる。はい、はい、お待たせいたしました。ですね、決まりましたので発表をさせていただきます。ちょっとお待ちください。すみません。なんだかんだ悩みますね。難しい。はい、お待たせいたしました。ではですね、まず優秀作品の発表をさせていただきますけども、ちょっと今回、まあ、人数も少ないんで優秀賞、最優秀賞という2点にさせていただきました。まずは優秀賞の発表ということでですね、まずじゃあ優秀賞の作品の発表ということでご案内していきます。ではまず優秀賞ですね、こちらの作品になります。どうぞ。はい、かなさんの作品で、夢の世界です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、結構ね悩まれましたけど。はい、はい、悩みましたね。なんだかんだ。はい、そうですね、こうなんだろう、建物ではあるんですけど本当にこう浮いてるような、不思議な感じの、見れば見るほど不思議な世界に引き込まれてしまうような、写真だったので、最初はなんかそんなに上位には入ってなかったんですけど、見てるうちになんとなくこう引き込まれていきまして、で、まあ、玉ボケの具合とかもあってよりこうファンタジックに仕上がっていたんで、その玉と一緒にどっか浮いていってしまうのではないかというような、そういう、ちょっと不思議な感じがとても心を惹かれまして、これを、選ばさせていただきました。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。では、最優秀作品の発表に参ります。はい、最優秀作品はこちらです。はい、春うららさんの作品で雨の世界になります。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そうですね、これも、まあ、さっきのと似てるかもしれないんですけどね、魚眼を使うことによって硬いものがすごい柔らかく感じていたりとか、あとはこう玉ぼけの感じとか、あとはなんか上から差し込んでくる、もう夜なのにこう光をすごい、感じたのがちょっとやっぱ面白いなと、思いました。もしかしたら水滴がついてたのかもしれないんですけどね、なんかそういうちょっと、なんとなくこれも同じようなこうファンタジックな、型にとらわれてないような、写真が面白かったですね。やっぱりこう夜景っていうとね、あのバンっていうあの神戸の夜景とかがどうしても頭に、張り付いていて、どうしても僕もなんかもそうなんですけどね、そういう写真を撮りがちなんですけどね、そこでこうやって柔軟な、写真を出してくるっていうのは女性ならではのやっぱ柔らかい感性っていうのがあったので、あえてなんかこう、まあ、夜景とかっていうのはあんまり考えずに写真としてちょっと、他にないような面白いものを今回はチョイスしました。うん、はい、なかなか撮れないなと思いますねこれね、自分だと、こういうフラストにならないですもんね。そうですね、夜でフィッシュアイ使おうとまず思わないですもんね。本当に不思議な感じ、この2枚は本当に不思議な世界へ誘ってもらえるような感じがしましたので、はい、はい、やりました。入賞の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。かなりの高確率で、あれでしたけど、倍率が、ね、はい、うん、ということで、まあ、神戸でですね、まあ、1日通じて、ご参加いただいた方もいらっしゃったと思いますけども、本当に ね寒い中、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、で、村井先生の、はい、まあ、今後のちょっとまた講座をご案内したいと思うんですけども、はい、まずフォトパスのページの中にですね、オリンパスデジタルカレッジ、皆さんご存知だと思います、こちらにございます。で、まあ、海の見える風景講座ということでやっていただいておりますけども、カテゴリーとしてあの撮影会という中を見ていただくとですね、こう出てまいりますので、まあ、各地を巡るということで、実は昨日もね、あの、はい、雨の中お台場の方ですね、はい、すいません、お台場で、はい、すごい楽しかったです昨日。
で実は、その次になりますけども、はい、来月ですね、はい、来月ですね、ここだ、江ノ島のシーキャンドルになります、はい、一回ね江ノ島行っていただいてるんですけども、またこのシーキャンドルということで、まあ、ライトアップされてる、はい、このまたイルミネーションですね中心にということで、まあ、前回昼間でしたよね。そうですね、はい、ちょっとね時期的にはすごい寒いと思うんで防寒をしてきていただいて、平日なんで多分そんなにね人も多くなくてゆっくり撮れるんじゃないかなと思うし、アイスチューリップももう始まってると思うので、明るいうちはチューリップ撮ったりとか、はい、夕日撮ったりとかしながら、暗くなったらこんな綺麗な夜景をみんなで撮りたいなと思っております。チューリップもライトアップされてるんで、はい、ね、あの玉ボケと一緒にまた撮っていただいたりとか、はい、そうですね、三脚ある方はねまたそうですね、はい、ぜひ、平日なんで雪を撮って来ていただければと思います、はい、ということで、ぜひまたご参加お待ちしております、はい、遠方からもね受け付けております、ね、遠方から観光地ですからねしらす丼を食べにぜひ来ていただければと思います。はい、まだまだ募集中ですのでよろしくお願いします、はいはい、ということでまたですね、まあ、西の方もねぜひという声をたくさんいただいてるみたいなんで、西も北もそうですね、海が見えなくても伺いたいと思います、はいはい、まあ、お近くの時にはぜひご参加で、トークでもまたね受け付けておりますので、そうですね、ぜひね、はい、また遊びに気軽にそんな難しいことは言わないんで僕も一緒に楽しむような感じなんで、はい、ぜひ、はい、また来年もよろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、ではですね、神戸の交流会、2講座連続になりましたけども、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、良いお年を先生、はい、先生来週も、来週も僕イジストリーもあるんでそうだ、まだまだ気持ちは終わってたんですけど、ね、ぜひ、はい。